250PX 木の江港の遠景大崎上島町役場木の江支所、大崎上島町は広島県豊田郡の町。竹原港、秋津港からのフェリーで約30分の芸与諸島の中ほどに位置する大崎上島などを町域とする。造船業が盛んで、島内裏裏に造船所がある。みかん、レモン、ブルーベリーの栽培に力を注いでいる。 瀬戸内海に浮かぶ芸与諸島の一部、気候は温暖で、降雪も少ない。平地は少なく、切り立った斜面が多い。柑橘類の栽培に適した環境である。また、周辺には多数の無人島が点在し、漁業振興を目的とした保護水面もあった。昭和期には真珠の養殖も行われていた。国立広島商船高専や中国電力大崎。 石炭火力発電所、東方アエンち島しま精錬所がある。現在の大崎上島の平地は埋め立てにより造成されたところが多い。井上大図を参考にすると、大崎地区原下、大西、原田、大串海外の海岸線が内陸にあることからも理解できる。なお、大崎上島の井上大図は行方不明であったが、2004年に発見され、これにより、 行方不明になっていた井上大図がすべて明らかになった。五福島神社1912年8月、西下東吉が事業許可を得ると1915年3月、木の光電機を設立して東の村に発電所を建設。1916年5月事業を開始した。供給区域は豊田郡、東の村、大崎中野村、大崎南村、西の村であった。 1920年6月広島暮れ電力に合併した2015年1月に中国生ラがメガソーラー事業に参入し、大串で大崎上島メガソーラー発電所の稼働を開始した。大崎海星高等学校大成校と姫バス、山陽商船、竹原港大崎上島間のフェリー。アニメ、玉浦のキャラクターが描かれた玉浦ピングフェリーである。 金剛寺と神、峰山大崎上島文化センター郵便番号は以下の通りとなっている。2006年10月16日2015年3月2日の再編に伴い変更された。ありがとうございます。